よし来たよ。よっしゃはい、ということで、ジャッカルにあるチヌ用のルアー、これらのね商品を使って攻略していくわけなんですけども、一つずつ解説していきたいと思います。まずこれカニクライマーですね。これはですね、平場のような形をしたチヌ用のルアーなんですけども、特徴としてまずヘッドがね非常にもリアルなカニの甲羅です、ね、カニの甲羅のような形をしてて、でこの形も非常に根掛かりづらい形をしてます。ボトムで立ちやすい、ボトムで立ちやすく根掛かりづらい形をしています。そしてもう一つ特徴がこの誘導式のヘッドですよね。誘導式であることによって、かかった後にバレづらい、そういう特徴を持ってます。で、使い方としてはもう投げてボトムにつけてゆっくりズル引く、ただ巻きだったり竿でズルズルしたり、それだけで、簡単にチヌが釣れてしまう、そういうルアーになります。活性の高いチヌに対してパイロットルアー、一番最初に、投げていくルアーとしては非常に効果的です。あとはね、フグが多い時、ワームがフグにかじられまくる時なんかっていうのもカニクライマーの出番になります。はい、続いて、チニングで使うワーム、チニングはねジグヘッドとワームで、やるのがオーソドックスなスタイルになります。まず一つ目こちらね、チビチヌカニ、カニですよ、ちっちゃなカニなんで、カニがいるエリアでチヌがカニを、ちっちゃなカニを食べている時に、ぜひ使ってみてほしいワームになります。このちっちゃなね爪がフォールの時にもパラパラパラッと震えてくれて、フォールの時にもアピールしてくれるし、ボトムズビいた時ももうまんまカニの見た目で、チヌを簡単に食わしてしまう、そんなワームになります。続いて、紹介するのがこちら、チビチヌ虫です。はい、虫、これはですね、フナムシが多いエリア、チヌがフナムシを主に食べている時に使ってみてほしいワームで、ボディサイズは 1.5 インチと非常に小粒なんですけど、小粒なボディに対して、割と大きめのシャットテールがついていることによって、ちっちゃいけどしっかり魚を引き寄せてくれる、そんな、パワーを持ったルアーになります。これもね、ジグヘッドに合わせてボトムをズル引けば、簡単に釣れてくれる、そんなワームになってます。はい、続いてこちらウェーバーシュリンプの 2.8 インチ、こちらはですね、シュリンプっていうだけあってエビですよね。チヌがエビを意識している時に使ってほしいワームです。エビといっても、例えば、チヌっていうのは川の中に入ってきて、夏とか結構川の上の方まで上がってくるんですけども、6月とか夏とかやっぱ川にはね、テナガエビがよく出てきて、それテナガエビとか意識している時に特に使ってみてほしいワームになります、このウェーバーシュリンプは、結構ね繊細なパーツがついていて、細い触腕ですとか、細めの爪ですとか、そういうものが、ボトムに置いてる時でも水にこうなびいてナチュラルにアピールしてくれるんで、エビを食べているチヌにはもうもっぱら強い、そんなワームになります。はい、続いてこちらベビードラゴンの2インチ、こちらはですね、クロー系のワームになるんですけども、2インチのボディサイズに対して強めのシャットテールの爪が2つついているワームになります。なんで小粒なサイズの割に非常にアピール力が強い、そういうワームになるんです。例えば濁っていてチヌにしっかりルアーをアピールしたい、でもチヌが食べている餌がちっちゃめのカニとかエビっていう時は、このコンパクトでハイインパクトなベビードラゴン、ぜひ使ってみてください。最後に、紹介するワームはこちら、チャンクロー 2.8 インチ、チヌ用に作られたチャンクローの 2.8 なんですけども、ジャッカルのチヌ用のワームの中では最もでかくてボリュームのあるワームになります。サイズも 2.8、ほぼ3インチに近いサイズで、チャンクローならではの大きめの爪もついていて、非常にボリュームのある
上向きになります。なんでチヌが大きめのカニとかシャコとかそういう大型のベイトを捕食している時、あとはもうそのでかいチヌを釣りたいって時にはおすすめのワームになります。はい、で次にですね、これらのワームに合わせるジグヘッド、まあ、僕はこれを多用しています。チビチヌヘッド、まあ、このチビチヌヘッド特徴としてはヘッド形状が平らでボトムに置いた時に立ちやすい形状をしているんで、根がかりづらい、根がかりを外しやすい形状をしてます。でフックもですね、誘導式のフックになってますんで、ワームがね自由に動いてナチュラルにアピールする上で、フッキングも非常にいい、そういうフックセッティングになってます。でフックの太さもこれがまた絶妙で、大型のチヌがかかった時でも折れない、伸びない強い針を使ってるんで、安心してファイトすることができる、まあ、そういうジグヘッドになってます。はい、続いて、まあ、こんだけルアーがある中で次はカラー、ルアーの色をどういう風にセレクトしていくのか、まあ、これをね、ご紹介したいと思います。大まかに分けるとナチュラル系、そしてアピール系、この2つに分けることができます。まあ、これを使い分けるには人為的プレッシャーでちょっとチヌのプレッシャーが高くて、アピール系の色よりもナチュラルな色の方が反応がいい時はナチュラルな色を使う、まあ、例えばこのセクシーフナムシであったり UV カメジャコ、まあ、こういうね、もう見た感じもナチュラルな色ですよね。こういう色を、まあ、人為的プレッシャーが高い場所だったり、また水がきれいな場所、まあ、そういうところで使っていく。で対して例えばフィールドが雨で濁ったりとか、チヌの活性が高くてとにかくルアーを目立たせたい、そういう時はアピール系の色を使うんですけど、例えばこういうもうレッドゴールドフレークみたいな、もう赤、もうよりシルエットの出るね目立つ色だったり、こういうグローボケジャコっていう、まあ、ピンク色だったり、あとはグローカラーが入っていて夜なんかはね、ぼやっと光る。であとはね、個人的に好きなのがムキミグロー、まあ、背中はねナチュラルな色してるんですけども、お腹が、まあ、グローカラーとなっていて、まあ、ぼやっと光りつつナチュラルさも兼ね備える、まあ、こういうアピールしてくれる色が、まあ、水が濁っている時とか、とにかくルアーを目立たせたい条件では必要になってくる、まあ、こういう感じで色を使い分けていくと釣果もさらに上がっていくんじゃないでしょうか。よし、来たよ。